クリスティアン・ゲルハーヘルは、ドイツのバルトン及びバスカュ。日本語表記は、ゲルハーハー、ゲルハーエル、ゲアハヘルなどあったが、現在は、ゲルハーヘルに落ち着いている。ドイツ語ネイティブの発音は、ゲアハーハーに近い。オペラや宗教曲でも活躍するが、ことに、ドイツ歌曲の分野で高く評価されている。現在、夫人と3人の子供と共に、ミュンヘン在住。 1969年7月24日、旧西ドイツのバイエルン州に生まれる。大学で哲学を学ぶが、医学に転校。博士号を取得後、本格的に歌手を目指す。ミュンヘンで、パウルクーエンとライムントグリュンバッハに支持。ミュンヘン国立音楽大学のオペラ科に入学。フリーデマンベルガー教授の下でリートを学ぶ。ディートリッヒ・フィッシャー・ディースカウ、エリーザベト・シュバルスコップ。 インゲ・ボルクのマスタークラスを受講し、声楽教育を終了。2000年、シュバルツェンベルクのシューベルティアーデでイアン・ボストリッチの大役として、白鳥の歌を歌い、大喝采を受ける。以後、主にドイツリートの歌唱で知られるが、オペラでもモンテベルギからワーグナーまでレパートリーは広く、大指揮者に最も信頼されるバリトン歌手の一人。現在では、自身も、 更新の指導にあたり、アルデブルク音楽祭、イエール大学、アムステルダムコンセルトヘボー、シュベツンゲン音楽祭でマスタークラスを開催。さらに、名誉教授として、ミュンヘン国立音楽大学にてワークショップを行って、教弁も取る。2008年、来日。東京、名古屋、大阪で講演を行う。以後、2011年、2014年にも来日。 2006年、シューベルトの作品を収めた、夕暮れの情景がグラム本賞。同年、シュレース・ビヒホルシュタイン音楽祭では北ドイツ、放送音楽賞。2009年、シューマンの作品を収めた、メランコリーでエコクラシック少年館最優秀歌手と BBC 音楽賞。さらに、ラインガウ音楽賞も受賞。2010年、マーラーのアルバムが、ミデム。 クラシック少年館最優秀歌手、オランダのエディソンクラシック賞、ドイツレコード批評家少年館最優秀賞。同年、ロンドンのコベントガーデン王立歌劇場に、ワーグナー、タンホイザーのオールフラムでデビュー。2011年、同役で、ローレンス・オリビエ賞を受賞。これまで数々の CD をリリース。ミュンヘン国立音楽大学からの名優であるゲロルと、フーバーのピアノ伴奏で、 シューベルトの三大歌曲集、シューマンの歌曲集を録音。また、マーラーの歌曲集には、サスラウ、ワコードの歌、リュッケルトの詩による歌曲が収録されている。以下、オーケストラとの主な共演。ありがとうございます。